あの者たちは今頃どの辺りにいるのでしょう。まったく、いつになったら目的地の天竺に着くのやら。なに、そのうちたどり着くさ。寄り道ばかりのように見えるが、あれでもあいつらは間違いなく前に進んでいるんだからな。いいですね。村飯やかましい。魔物が住む寺。ずいぶん荒れた村ですね。さっさと通り抜けて先へ進んだ方がよくねえか。腹減った。まあ、悟空が飢え死にしなければそれでもいいんですけどね。出てけ、ボスは出ていけ。お前らもどうせ寺の仲間なんだろ。んだ？タイガ、なんてこと言うの？謝りなさい。タイガ。どうもすみません。弟が失礼なことを。あの子、ちょっと勘違いしてて。気にすることねえよ。え？別に当たったわけでもねえしよ。なあ、さんぞ。ところで、君、名前は？え？あ、レイカですけど。かわいい名前だね。俺はさ…なあなあ、この辺に飯食えるとこない？え？あの…飯だよ、飯。なんだこれ、このバカザル。だと？どうもすみません、非常識な人ばかりで。お坊様のご一行ならお寺に行ってみたらどうでしょう。寺、さっき悪いって言ってたその寺。いいえ、悪くなんかありません。弟はああ言っていますが、和尚様はこの村を妖怪から守ってくださっているんです。妖怪から？ええ、その噂を聞いて近隣の村から逃げてきた人々もお寺に住まわせてあげてらっしゃる、とても偉いお方なんです。ほう、そうやまと。お伏せをされた方は記帳の方をよろしくお願いします。大繁盛ってからしいですね。ちょっとお待ちください。あなた方、お伏せはお済みですか？いえ、よろしければ今晩一晩泊めていただけないかと。お伏せをされない方をお通しするわけにはいきませんね。ましてやお止めするとなれば、かなりのお布施をいただかないと。んだと？それどういうこと？ここは高級旅館か？そんなこと言われましても。どうしたんだね。あ、和尚様、この方たちが。その経文、もしや三蔵法師様。旅の途中、休息を取りたいのだが。お、驚きました。まさか三蔵法師様がこの寺をお尋ねくださるとは。すぐにご用意させましょう。ほら、すぐに支度をさせなさい。はい。うめえ、生き返った。純米大吟醸山灰仕込み、めったにお目にかかれない代物ですね。は、三蔵様様ってか。しっかしな。村とは大違いだな。あるところにはあるってことですか。
あの子は。三蔵一行が来ているんだ。今日は何事もなく済ませたい。まあ奴らを早く追い出しちまいたいのはわからんでもないが、ちともったいない。なぜだ。三蔵が持っている経文、なんだか知っているな。世界に五本しかない天地開元経典だ。それを守る者が三蔵法師と呼ばれている。手に入れろ。私がか。お前なら坊主同士お仲間だ。多少の隙は生まれるだろう。いやしかし。必ず手に入れろ。いい暮らしができるのは誰のおかげだと思ってるんだ。分かっている。オーケー、仲良くやろうぜ。それとそろそろ次の植え付けの時期だ。ああ今日隣村から何人か来てる。それでいいだろう。女子供を多めにな。女子供は特に喜ばれるからな、あのお方は。いやー風呂も金ピカだったな。俺もう目が痛い。離してください。お願いです。きっとこのお寺のどこかにいるはずなんです。探させてください。だからダメなものはダメなんだ。ねえその子を俺に貸して。何ですかあなたは。関係ないでしょう。いいからよこせってんだよ。はい。お嬢様、なんかあったのかい、麗華ちゃん。弟が、タイガが戻ってこないのです。あ、タイガ君、僕見ましたよ。あ、どこで。さっきこの境内で見かけたんです。どうかしたんですか。あの子家に帰ってこないんです。きっと。きっとなんです。実は。ちょっと待った。あいつ。同志様です。お嬢様が頼りになされてご相談役のようになっていると伺っています。ほう。場所を変えましょうか。ひとまず僕たちの部屋へ。妖怪？同志様が？そんな。タイガの言っていたことが本当だったなんて。タイガは妖怪が和尚様と一緒にいるところを見たと言っていたんです。私がもう少し信じてあげていれば。半年ほど前からだったと思います。近隣の村で次々と村人が消え始めたのは。お寺が守っているこの村だけが無事だったので、人々は助けを求めて方々から集まってきました。でもお伏せができない人たちは。追い出されちまったってわけか。もうすぐうちもお伏せができなくなるんです。実は一週間前、父が何とかならないかと嘆願に行ったのですが、それっきり帰ってこないんです。なんだって。なるほど。それでタイガ君がここを調べてるんですね。どうするつもりだお前ら。この寺に何があるのか分かりませんが、とにかくタイガ君を見つけて連れてきます。ま、大方の見当はつくがな。おめえは面倒なことはごめんだ。
ったくよ、あの生臭坊主が。間に合ってくれるといいんですけどね。あの、どこに向かってるんですか？あっち。え？いや、あの気配がしてる方に向かってんのさ。三蔵様。なんだ？ちょっとよろしいですか？おや、お連れ様は。知らねえな。俺は保護者じゃねえんだ。何の用だ？はい、三蔵様がお持ちの摩天教門を工学のためにぜひとも拝見させていただきたく。断る。え、いや、そんなことをおっしゃらずに。ダメなものはダメだ。これほどお願いしても見せていただけないのですか？お前たちに見せたところで時間の無駄だ。おい、出てこい。おや、どうなさいました、三蔵様。いい加減に下手な芝居はやめろ。うわっ、妖怪。生きてたか小僧。そろそろ連れて行くか。もうすぐあのお方がお目覚めの時刻。いたいた。なんだおめえら。さすらいのフェミニスト。じゃあ僕はさすらいのホフさんですか。さすらいの孫悟空。そりゃまんまだろ。まさか。言ったろ、俺は保護者じゃねえんだよ。さすがは三蔵法師、よく俺の正体を見破ったな。人間に化けて寺に住み込むとは、変わった妖怪もいたもんだな。いろいろと訳ありでな。なぜお前の役目は終わった。これ以上この村に人間を集める必要はないからな。三蔵はどこだよ。だから一緒に来いって言ったのによ。何かがここから出てきたようですね。三蔵！三蔵！仕方ねえ、行ってみっか。五条。だってね。こいつを殺されたくなかったら動くな。あの声は。どうしたの？どうしたのか妖怪。三蔵は？三蔵法師か。今頃その穴の中で生まれてきたことを後悔しているわ。
そりゃ面白い。どんな顔して後悔してんのか見てみてえもんだぜ。じゃあ俺行ってくる。ふざけるな。こいつの命は。頼みます。ここは僕たちが。生草坊主によろしくな。ああ、貴様ら死ね。三蔵法師とその教門には莫大な懸賞金がかかっているんだってね。貴様が元凶か。ぶしつけだね。だから人間は嫌いだよ。寄生、貴様人間に寄生するのか。お前も私の可愛い子供たちの寝床におなり。三蔵伸びろ相棒。悟空、少年獣は。お、行くぜ。何？するんじゃないよ。サンゾー、最高の寝床になるよ。何しろ三蔵法師だものね。の側にいるのだ。え、妖怪？俺は美人の味方なの。なんだ？見つかったのか。ああ、いなくなってた人たちみんな見つかったよ。偉いお坊さんたちが助けてくれたんだ。おお、その人たちはどこに。何も言わずに行っちゃった。みんなの手当てをして、じゃあなって、それだけで。本当に坊主ってのはろくなやつはいねえな。カッパもな。本気でねぐり書いてあるか。できるもんならな。ああ、なんかまた腹減ってきた。次の町はまだ。悟空、今出てきたばかりじゃないですか。
あの寺の飯うまかったな。またあんな寺ねえかな。おめえよ。高外寺様が瀕死の状態でニージェンイーのもとに隔離されてから1ヶ月になるけど、あれ以来一度もお姿が見えないまま、お見舞いさえも許されないし、ただ心配で。ヤオネ。ピンポンパンポン。お呼び出しを申し上げます。ニージェイ。高等城にお住まいの独学寺様、ヤオネ様。至急羅刹女のままでお越しください。ウサギの王子様がお待ちだよ。こう高外寺様、高外寺様、ご無事で。もう怪我は平気なのか。お前高外寺様。むやみに触らない方がいいよ。殺されちゃうからね。どういうこと。おい、こう、こう、どうしちまったんだ、お前。放たれた悪夢。たくよ、何や、楽しくって男とハイキングしなくちゃなんないかね。仕方ないだろう。この山は森が深く、白竜では抜けられん。キュー。お前さ、普段は羽生えてんだから、たまには飛行機にでも変身してくれや。そしたらこんな苦労しないで済むし。キュー。急ぎますよ、早くしないと日が暮れてきます。俺やだよ、こんなとこで野宿なんて。あー、ちょっと休憩って。おい、何のんちにタバコなんか吸ってんだよ。え、ほら、あいにく俺はお前ら田舎もんと違って山歩きになれてないのに。言う、まあ、よく言うぜ、ドブ川育ちの田舎ガッパのくせに。あ、ってこら、勝手に人の過去作ってんじゃねえよ。行くぞ。でも五条が。休みたいやつは休ませとけ。先に行ってますよ、五条。はいよ。本当に気合った。相変わらず冷てえやつら。まあ優雅だこと。あら少しは可愛げも出たみたいじゃないのねえ、高外寺。いつも私のことゴキブリでも見るような目つきで見てたものね。今なら私の言うこと何でも聞くんでしょ。ええ、そりゃもちろん。じゃあまず何をしてもらいましょうか。そうね、この男殺してみてちょうだい。っだってあなた髪とかすの下手くそなんだもの。どうかお慈悲を。うっさいわね、早くやってよ高外寺。おやめください、高外寺様。
どうです、玉面講師様。85点ってとこね。私の服が汚れたわ。ま、いいでしょう。三蔵一行のもとへお行きなさい。今度こそ摩天教門と三蔵の腕の一本でも持って帰るのよ。行為。でもその前に私の髪を溶かしてちょうだい。なあ、破壊、本当にこっちでいいのか？地図によれば間違いないですよ。だってさ、さっきから木ばっかじゃん。当たり前だろう。ここは森だ。あ、五条。随分と早かったですね。あ、そうか。何をそんなに急いでいる？いや、別に。あ、悪い。俺、ちょっと先に行くわ。なんだ、あいつ。普通じゃありませんね。そういうことか。そういうことって？なるほど。え？なんだよ。え？クマ！ああ、どうする佐藤？ってありえねえ！なんで俺だけ置いてくんだよ！虹！てめえ、ここに何しやがった？やだな、人聞きの悪い。僕はちょっとした人助けのつもりなんだけどね。人助けだと？ざけんじゃねえよ。こう、あいつを元通りにしやがれ。元の？ああ、孫悟空一人倒すこともできない弱い彼に。てめえ。彼が求めたのはより強い力でしょ。その妨げとなっていたのは彼自身の脆弱な心。君たちだって分かってたんでしょ。第一、君のその執着は誰に向けてのものなのかな。君たちの大事な王子様、それとも最後まで母の愛を受けられなかった弟を救えなかった過去への謝罪のつもりかな。謝辞宴。ドクガ君。やめ。高外寺様が三蔵一行のもとに。何？私たちも行きましょう。ベタだな。いてててててなあ、だちちちちちちち五条。てめえ、なんでクマなんか連れてくんだよ。知るかバカ。まあまあ。はあ。
何も見えねえよ。みんな気をつけて。ここは僕に任せてください。みんな避けて。どこに。もう少し後先考えた行動しろ。すいません、緊急事態でしたから。さあ今のうちに安全な場所に。あれ、なあ五条は。休憩。息切れちゃって。タバコやめっか。行くぞ、百眼魔王様がお待ちだ。待て。誤解するなよ、お前を助けたわけではない。今日から俺の元で働け。もちろん薬師としてだ。いいな。はい、光外寺様。そう、私の道はあの日から光外寺様の優しさと孤独と共にあるはず。待っていてください。今度は私があなたを助けます。なんだこいつ、大したもん持ってねえな。しけた酒だぜ。こりゃ無駄死にだな。無駄死に。なんだおめえ、見ねえ面だな。よそもんか。邪魔だ。あ、こいつ口の利き方知らねえみてえだな。あ、触るな。俺たちに歯向かうってのいい度胸してんじゃねえかよ。おい。どうした、ビビって動けなくなったのか。どけ。何。おーい、五条生きてますか。うわー、やられた。あ、外だ。ゴジョー、どうしたんですか、悪竜。これは。ゴジョー、あ、ゴジョー、しっかりしろ。ゴジョー、おい、しっかりしろよ。バカ、死んだふりしてんだよ。触んなって。死ぬな、五条。あー、もううっせえバカ。え、あれ、
佐藤、後ろ！待ってください、三蔵。破壊。安心してください。僕らはあなたの味方です。大丈夫ですよ。今助けてあげますからね。これでもう安心です。どういうことだ、ハッカイ。あのクマは子グマの母親だったんです。きっと僕らのことを子グマに怪我を負わせた村人と勘違いして襲ってきたのでしょう。なるほどね。そりゃひでえとばっちり受けたもんだぜ。ああ、三蔵。俺たちにはもうどうすることもできねえのかもな。独学？あのウサギ野郎の言う通りだ。俺は初めてコウに出会った時、弟を思い出した。髪の色や目つきもどことなく似てたんだろう。俺は弟を重ねてたんだ。身勝手な愛情の押し売りだ。俺には子を守る資格すら。やめ。それが何だっていうの。そんなの卑怯よ。その言葉が本心なら、私あなたも許さない。今光外寺様のために何かできるのは私たちしかいないんだから。しかし工場も出せよな。クマにビビってんだから。セラ、てめえだって逃げてたろうが。出せ出せ、工場出せ。なんだと？僕、あまり責めると工場がかわいそうですよ。しかし今時死んだふりなんかするかね。騙されるお前もお前だ。あ、クマだ。バーガ、そんな手に引っかかる俺様じゃねえよ。って、おーい。
どうした？マジっすかジト悟空、なんですそれ。効果音。えんや、ジメジメだろこりゃ。じっとだってば。じっとジメ。どっちでもいいがな、その鬱陶しい会話を今すぐ切り上げんと死体にして放り出すぞこれだけ湿度が高いとフランも早いでしょうね。お前涼しい顔して不快指数 90% だろ。実はうわーベトベトする。川かなんかで水浴びして。川ですか。うん、どうした八海。確か すっげーうわー、こんな大きい川僕も初めて見ますね。おう、よかったじゃねえか猿。泳げ泳げ。泳ぐかよガキじゃあるまいし。お、生の口聞くようになったじゃねえか。うっせえなこの湿気ゴキブリ。なんだとこの湿気猿。真似すんなよ。橋はないのか。この地図には載っていないんですけど、もしないにしても船渡しくらいはいるでしょう。普通はな。だがどうもさっきから船らしきものが見当たらん。渡れないよ。あ？この向こうへは渡れないんだ。それって一体なんだありゃ。王女の顔が怖くて逃げ出したんじゃない。だよお前最近三蔵に感化されてきたろ。はあ、俺のどこが三蔵に似てんだよ。あんなに口悪く。川を越える方法を村で聞いてみるか。三蔵、あの二人は？重しでもつけて沈めておけ。激流。川を侮っちゃいけないね。表面上は穏やかに見えてもその流れは逆らいがたく、雄大な自然の力に人間は無力さを思い知る。そういえば光流って名前の子供がいたっけな。イージェイン博士、遊んでる場合じゃないでしょ。あら、郊外寺様の件はどうなったのかと玉面講師様に聞かれました。現状三蔵の摩天教門を手に入れない限り蘇生実験もどんざしたまま。はいはい、分かってますって。心配しなくてもそろそろイベントが始まりますよ。滞りなくね。自信かね。いつか足元を救われるわよ。救われる足元なんてないですよ。僕幽霊だから。バッカみたい。船が出せない？どういうことでしょう。確かにこの辺には橋がないからね。船で向こうの村と行き来してたんだが、1年前妖怪が川に住み着いてな。立て続けに16艘が襲われて、それ以降誰一人船を出さなくなった。不便は不便だが、まあ命は惜しいからね。って言われてもさ、俺ら西に行くには川を渡るしかねえんだけど。西？そりゃ兄ちゃんたち遠回りして山に入れば吊り橋くらいあるがね。え、なんだ橋あるじゃん。山5つ越えるのに2月はかかるな。2月？なるほど、川辺の少年が渡れないと言っていたのはこういうことだったんですね。あんたたち、ん？こんに会ったんかい。あの子は、コンはもともと川の向こうの村から来た子でな。親の使いでこっちの村に来たまま
誰も船を渡せなくなって、そのまま帰れなくなっちまった。川の向こうには母親と妹が待っているらしいが。かわいそうにな、まだあんな小さいのに。マジででっけえ川だな。俺実はさ、船って乗ったことねえんだ。泳ぎ得意だし、さすがにこの川は泳いで渡れそうにねえけどな。言っただろ、向こう岸へはもう行けないんだって。妖怪に襲われるかもしれないから、もう船は出せないんだって。俺何度も頼んだけどダメだった。俺一人じゃ船も出せないし、山も越えられない。しょうがないって分かってるけど。けどさ、見えてんのに手が届かないのは悔しいよな。さて、どうします三蔵。どうもこうもあるか。山5つ分も無駄足踏むつもりはねえよ。おい悟空、船出すってよ。マジ？な、行くだろ。川の向こう。おいおい、本気で行く気か兄ちゃんたち。危ねって。船は買い取る。それで依存はなかろう。もし妖怪に会ったら適当に倒しとくからさ。そしたらもう川を行き来できんだろ。適当って、じゃあ船は誰が漕ぐんだ。悪いけど俺たちはごめんだぞ。ああ、なるほど、それは問題ですね。なんで俺を見る。うわー、すげえすげえ。悟空、乗り出してると落ちますよ。ったく、人に労働を押し付けていい気なもんだぜ。ありがとう、船乗っけてくれて。別に、ここを越えなきゃ俺たちが進めんからな。ついでだ、ついで。しかし案外早く渡れそうだな。この辺は流れも緩やかなんだ。よく父さんと釣りもしたよ。釣りですか、いいですね。じゃあ魚とか見えっかな。あ？やがったか。皆さん、振り落とされないように気をつけて。水に落ちたら敵の思うツボです。そんなこと言ったってよ。エセだ。全員まとめて餌になりやがり。せっこの半魚人。どけ五条。悟空、大丈夫ですか。なんかダメだ、流れが急すぎて泳げねえ。いっそー伸びろ。よいぼー。
ろよ、ゴン。悟空、ハッカイ、とりあえず後で合流しましょう。ゴン君を頼みますよ。ああ。おい、どうするよ。随分と流されてるぜ。貴様が貝を壊したのが運の尽きだ。俺のせいかよ。まだまだこれからみたいですよ。おいおい、大量だな。仲間を殺されてかなりお怒りのご様子です。足場が不利だ。落ちたらもっと不利ですけどね。くそ、団体様だなんて聞いてねえぞ。水の音か。人影。誰だ。どうしたの。いえ、今何か声が聞こえたんです。眩しい光。死ぬかと思った。いや、久々に泳ぎましたね。っていうか、どうやって登んだよこれ。おい、近寄るな、離れろ。あのな、てめえがあんなとこで大技ぶちかますから、こんな流されちまったんだろうが。じゃあ心置きなく沈んでろ。二度と浮かんでくるな、クソガッパ。まあまあ。三蔵さんたち、何やってんだお前ら。毒が、やおね。ああ、どうもお久しぶりです。ち、こんな時に。つかぬことをお尋ねしますが、郊外寺様にお会いになりませんでしたか。え、いえ、最近はお見かけしてませんけど。何、どうしたの、あの王子様。いえ、そうですか、失礼しました。おい、待て、助けてけ。やっぱ、登れるか。うん、壁。あのお兄ちゃんたち、大丈夫かな。三蔵たち、大丈夫だろ、多分。今の家で待たせてもらえば、そのうち合流できるって。ここもう西側なんだろ。うん、母さんも妹もきっと喜ぶ。こっちだよ、お兄ちゃん。確かに村中荒らされているし、妖怪の仕業だろうけど、死体がない、血の跡もほとんどないし、だから多分村中でどこかに避難してるんじゃねえかな。本当に。おう、だから早く探して元気な顔を見せてやろうぜな。うん。
しゃっ、いや、どうも助かりました。天下の三蔵一行が転覆トリオじゃ情けねえな。うまいこと言うね、オタク。ところで急いでらっしゃったようですが、光外寺さんがどうかなさったんですか？あ、いえ、そのはぐれてしまったもので。でもよ、目的はこの教門なんだろ。ほっといてもそのうちこっちに来んじゃねえの？おい、手荒に扱うんじゃねえ。しゃあ、乾かしてやってんだろうが。お前らもし光外寺に会ったら、その教門を置いて逃げてくれ。はあ、なんだそりゃ。はい、そうですかって渡すわけね。違うんです、違うんです。どういうことだ？そういやお前ら、悟空はどうした？ええ、僕らも実ははぐれてしまったところなんですけど。やべえな、そりゃ。ええ、もしお二人が一対一で勝ち合うようなことがあったら。おいって、さっきから聞いてりゃ何だってんだ一体。そりゃ俺ら一応敵同士なんだから戦いもするだろうよ。そんなん普段通りのことじゃねえか。何慌ててんだよ。光外寺に、いえ、あなたたちに一体何があったんですか？それは…そこまでだ。寝返るつもりか、独学寺八尾姉。この丘だよ。前に嵐で洪水になった時、村中でここに避難したんだ。そっか、この辺に隠れられる場所は。白龍、何か見つけたのか？洞窟だ。おーい、誰かいる？俺、コーンだよ。母さん、リン、俺、帰ってきたよ。コーン、コーンなのか？おじさん。そんな別に。それより村見てきたけど、やっぱり妖怪に？ああ、ほんの数日前にな、なんとか逃れてここに隠れとったが、逃げ遅れちまった数人はもう。そっか。こんなことになって本当にもうコンに会えなくなるかと。母さん。あ、そうだ、俺ここにはいらんねえんだよな。俺も仲間とはぐれちゃってさ。そうなのかい？いや、我々ももう出ようとしていたところさ。いつまでもここにいるわけにはいかねえしな。確かに村には妖怪はいなかったけど、危なくね？いや、しかしね。なるほどな、こんなところに隠れてやがったか。見つからねえわけだぜ。なぜあなたがここに？また何か出てきやがった。お知り合いのようですね。へっ、所詮玉面講師様、貴様らのことなど花から信用していないということだ。おいおい、なんだか知らねえけどさ、仲間割れならよそでやってくんない？それもそうだな、俺の目的はこいつらではない。貴様らの抹殺だ、三蔵一行。面白いじゃん。いけない、目を見ちゃダメです。
なんだここは。捕らえたぞ三蔵一行。貴様らはもうこっから逃げ出せん。このザクロ様の幻覚世界からはな。